また最初かよ。あの、まあ、誰も死ななかったってことは、多分魔女さんが蘇生させたんすかね。はい、えっと、うん。真心心に行っていくと、まあ、白黒はっきりつけてっていうところと、まあ、理由もね、添えてっていうところと、あの、なんやろな、まあ、 諦めないでくださいってところですね。SG 値になったときこそ諦めないでってことですね。す初日じゃなくて、まあ、例えば2日目とか、何らかの理由で SG 値になったときにまあ絶対諦めないでってところですね。うんまあ、それとなんか白い値上げるよりもあの黒い値上げる方が多分戦績上がると思います。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい。えっ、ー、と、村人陣営です。特に塩ないです。 8番さんの印象は、まあ、魔女が蘇生させたとかはちょっと意味,意味不明なんですけど、新行のこの諦めないでっていうフレーズだけは良かったなっていう風に思います。うん。た,ただ白位置より黒位置上げた方が成績上がるっていうのは初耳なんですけど、まあ、ちょっとやってみようかなって思いますね。今のところ8番さんは、 白とか黒とかもなくて、まあ印象は良かったです。まあ2周目頑張りたいと思います。で、えっと、まあしん自分なりの進行論とか特にないんですけど、えっと、うん。そうだな、やっぱりなんかその、まあ理由に、理由が怪しい人はちょっと怪しめでみます。一番 番延長です。す。よろししくお願いします、えー、自分占い師ですね、えー、3番さんがランダムで白でした、3番さん、イヌーマンさんが白でした、把握の方よろしくお願いします。イヌーマンで、そうだな、えー、僕からの進行論っていうか、まあ、お願いなんですけれども、このレギュレーション、えー、かなりの確率で、えー、っと、太鼓がオオカミかなっていうふうに思うんですよね、出てきたら。うんで えとまあ、できるだけ、えー、その占い師の印象、まあ、どっちが本物っぽいか、どっちの方が偽っぽいかっていうのを、村の皆さんはしっかりあの発言してほしいですね。で、えー、と例えばなんですけど、まあ、その LINE で明らかになんか対抗の方真っていうふうなところを言っ,言った人がいたら、逆にその二郎はないかなとか、まあ、やっぱりいろいろ考えることができるので、まあ、そこをしっかりお願いしたいですかね。 で、まあ、8番、9番に関して言うと、まあ、8番さんは、まあ、一番最初で、まあ、言うことがないっていのはわかるんですけど、まあ、9番さんがやっぱりちょっと、うん、まあ、8番さんと同じようなことを、まあ、やっぱ言っているだけなので、え9番さんの方が、まあ、印象が悪い程度ですかね。まあ、だか黒かどうかってのはわかんないんですけど、8、9を比較した場合、え9番さんの方が、えー、まあ、印象が悪いかな。って言ったところでございます。 うん、とりあえず僕からは以上かな。まあ役職も、まあカリウドとかもできればグレー狭めたいんで出てきてくれたら嬉しいかなっていうふうに思うんですけど、まあそこは役職の方にお任せしますとだけ僕ここから言っておきます。3番、うん、さんは白でした。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、はい、おはようございます。村人ジ社しておりませんってことで。えー、っと、どうしようかな。9番さんから振りていこうか。9番さんですごい気になったんが、 8番さんの進行論やってみようかなって言って、それを鵜呑みにして進めていくってことなのかなと思ったんですね。9番さんに関しては。8番さんの村が透けてるから、そういう8番さんの意見に同調して、私は進めていきますよっていうことをアピールしている人狼なのか、村っていうことを。ちょっと無理がある。っていうふうに僕は一瞬みたいに見えてしまったかな、9番さんに関しては。で、8番さんの印象を あんまり悪いともいいとも言わなかったよね。そこは気になった。印象いいとて言って、そこを取ったならば全然いい,いいと思うねんけど、八幡さんの印象付けすら色付けすらしてないのに、九幡さん八幡さんのその意見いいねみたいな感じで載ってるのがすごい気になったかな。八幡さんの印象ってすごい悪いと思うねんけど、だってなんか魔女が守ってくれたんですね,ねとかいらんし、それ言うて何なのって、あなたにヘイトは迎えだけやし、村としても、 あなたに絶対その発言が集まるわけであるから、そんな発言って絶対いらんと思うねん,ん、この部屋で。うん、やから俺は普通に出て行こいかなと思った、さっきの俺みたいな感じでね。<laughs> で、まあ一番さんに関してねんけど、すごい発言自体は良かったと思うねんけど、若干寒いんかな、わからんけど、なんか声が震えてたかな。<で>そこだけが気になった。一、うん、番さん目線彼を出させるっていうのも全然いいと思うし、それをほんまに出させるかっていうのは一番さん自身2周目で言ってほしいかな。 現状、一番さんを死んでみるが、太鼓出てきたら分からんって感じですかね。以上。3番のプレイヤーは発言してください。<laughs> 占い仕様で4番さん、白ね。一番さん、俺に白打ってるけど、あなた目線、俺、強人なんだから、俺釣りとかないよね。一番さん言っとくね。一、うん、番さん、バチバチにやりましょう。今のところ、一番さん、えー、太鼓をオオカミで見るって言ってるぐらいだから、一、まあ、番さん本人がオオカミなんじゃないかなと、今のところ思ってます。<laughs> えー、9番さん、印象確かに悪いよ。やどこに白か分かんない。なんか おかしし言っててよよねね村の話してんだよ、ねうんで,えー、でもね、8番さんっていうのは、そんな発言、雑談から入ってるけど、オカミであれば、そういうヘイト買う発言するするしないと思うな。もうちょっとしっかりとした進行論を言うんじゃないかな。白石、黒いはっきり言ってください、うん。っていう進行論。あなた、オカミでなければ、2周目しっかりと言ってください。占い師の精査もね、してください。うんえー、9番さん、確かにそこに突っ込まなかった。そこが怪しい点ではあるけどね。 二番さんは白いと思った。1番さんと違うしん、えー、指摘してるけども、2番さん白い4番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能です、霊能です。えー、っとねー、もう本当にねー、本当に俺、霊能嫌いなんだけど、あの陣害にお願いがある、もう本当に霊能で出ないで、もう本当に生き残りたい、もう本当に嫌だ、<laughs> 本当に霊能嫌いなんだよ本当つられるのが本当に嫌。で、飲、えー、まれるかん ちょっと占いどっちかまあちょっとわかんないけど、僕はね、やっぱり、ね、8番さん、叩きやすいと思うんだよね。うん、8、叩きやすいって、すっごい叩いた2番さんがちょっとどうなんかなってぐらいの中で思ってる、8、9人の中でね。で、えーと、3番さん言ってたけどね、うん、やっぱ人道であんな目立つ行為しないと思うんだよね、僕は8番は。だからむしろもう8はもう一番白い。うん、で、えーと、9番さん、2番さん、9番さんにあんま触れてないんでね。 1>, うん1番さんは8より1の方が印象いいって言ったねたで、3番さんも8にはそう言いながら2番さんのこと白いって言ったからね、まあ1さんはちょっとね、よくわかんないんだよね、うん。っていうところです。まあ、そうだな。まあ、1が売らないなら3強人,強人。たかれるやつが悪いです、ね。ぐ、ねうん、らいですかね。はい。じゃあ、陣外さん、絶対に例の出ていないでください。5番さん、どうぞ。五番。 のプレイヤーははは発言してください、はいいおはようございます、えーえー、と8番さんに関しては、えっ、ー、とね、俺別に良くないと思ったような、冗談の一つや二つぐらい、一番最初の人だったら俺、そこは別にいいんじゃないのって思った、2番さんに関して。うん、ただ、2番さんに関しては、そこぐらいかな、俺、気になったのは、うん、9番は。 9番の精査に関しては、俺がもっともだと思った。うん、うん。だから、最白は2番。うーんと、89なら9番って感じかな。センレイの8、めっちゃ叩いてたって、言ってよ、て 2> 2番って9番だよね、叩いてたの。うん、どうなんだろう、これ。うん、4の太鼓出てくるなら、現状4が2攻めに見えちゃうかなと思った。占い師に関しては分からない。精査ついてません。 6番のプレイヤーは発言してくださいいや8番さんはね黒だと思うこれ釣ったら黒出ると思うよもう今日8番さん一本釣りでいいと思う理由としてはねなんか魔女の話してたけどねめちゃくちゃ無理に冗談言おうとしてた感じがあったんだよね魔女の話した後はあって一回ため息というかなんか深呼吸みたいなのしたんだよねもうこれはねなんか明らかになんかこう声震えてたし僕は8番さん一本釣りでいいと思いますようん すごい無理に言おうとしてた感じがあったちょっとおちゃらけようとしてた感じがあったねで9番さんは8番さんのことを印象いいと言った1番さんに関しては、ね、9の方が印象悪いこれ無理だと思ったけどねなんか同じこと言ってたからっていうけどもうちょっと精査できたんじゃないかなっていうところがあって1番さんがかなり印象悪いだから1番さんオオカミ3番さん死んで見てなんか良さそうだけどね白先が育っちゃったって感じな気がするけどねで2番さんの えっと89の8白が透けてたから同調したみたいなちょっとさせ無理があるんじゃないかなと思ったけどねまあ議論を活性化するためにわざと言ったのかもしれないけどさすがに無理のある黒塗りだなと思ったうんかなあとはまあなんかオオカミだったらそんなこと言う余裕あるかなみたいなあの考察は結構濁っちゃうから やめた方がいいと思ったなぁ。え、で、4番さんか。4番さんは、叩きやすい人を叩くのはどうなのみたいな言ってたけど、まぁ、あ、叩き、叩きやすい人を叩くっていうのは、叩かれる人が悪いからね。うん。ただ、2の殴り方はちょっと違和感があったところだな。うん。まあ盤面確定してからしっかり言おうかな。潜伏はマジでやめてくださいね。潜伏はやめてくださいね。7番。 はい、初日チャットしようはカリウド以外なしですよというところで、私は霊能じゃありませんということで、4番さんが霊能確定盤面ですね。で、1番さん、3番さんが占いに出てて、1番さんが3番さんにしろ、1>, 1番さん目線、3番さんは強人しかないと。で、3番さんは4番さんにしろというところですね。 で3番さん目線は1番さんは人狼か強人かわからない人狼だと思うっていうような発言だった気がします。うーんと6番さん、そんな8番さん指定しますん私全然聞いてて、8番さん、9番さんのあたり全然色落ちしねえな、この人たちって思ってたぐらいだったんですけど。うーん。で、2番さんが別に8番さんでしたっけを叩くのも。 別にありなんじゃないかなって思うんですけどね、そんなに違和感が感じなかった。<noise> 6番さん、そんな動きするのかなのか雑すぎませんか八幡 <noise> さんの黒塗り。八幡さんはあったも強靭だな、強靭ハピーしてるな、こいつって、一最初思ったぐらいで。 うーんなんか6番さんがすごいその8番さん一本指定が怪しく感じちゃいました。他は結構まっとうだった気がするんだけど、6番さんの逆になんか誰か一本釣り一本指定しろっていうような進行論してましたけど、いや逆に6番さんのその一本指定が怪しくなったというところですかね。うーん、以上です。6今6愛しい。8番のプレイヤーは。 発言してください。さいはい、8番私、霊能でございます。じゃあ2週目なんで本気出しますね。うん、すあの多分91だと思います。普通に、あの、えっ、ー、と、太鼓に狼出てることが多いって1番さん言ってましたけど、それで話してないところに。 あのー、白、めっちゃ新芽高いなって思ってたんですけど、そこから占い師が出てきたら、もう一番その新芽なんてほぼないでしょう。しかも西洋だし。だから今日は一番さん釣りでいいんじゃないかなと思ってます。でね、一番さん色見えてるくせに、黒の時があのー、8番が初手で、9番さんが、あのー、話してて、9と8を同じこと言ってるから、8の方が印象いいって言ってたんだよね。8の白が透けてるんじゃないですか、一番さん。って思いました。 もう3番さんが出てくる前からこいつ怪しいなって一番さん思ってました。今日は一番さん釣りで色を見たいと思ってます。はい。まあ、これを言ったらね、多分ね、一番さんがもし狼で4番さんが白だとしたら、白とてか狂人だとしたら、あの、多分ね、一番さん8、8の芯がつけるから、8入れてくると思うんですよね、表うん。これで結構見えてくると思いますよ。今日僕としては一番さん釣りたいです。 で、あの、一番さんの精査から相方9っぽいっすね。なんか他の人も9番さん怪しいって言ったんですけど、まあ多分。8信4黒じゃないです4強なんじゃないですかねかか。うん。僕なんか白い人の精査する気ないんで、まあ、こんな感じで。まあとりあえず、あの、えっ、ー、とー、えっ、ー、とー、まあ、かゆうどさんは3守りでいいんじゃないですかね。今日一番さん釣りで。以上。 9番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいはい、えっ、ー、と、まぁ、あ、例の2人っていうことなんで、例のローラーしたいなって思ってますでえっと、4番さんで、なんか2試合目で8番さん出てきたんですけど、なんか4番さんが、もう、自分で芸能だから、人外は芸能出ないでって言ってるから、ちょっと心配のかなと思って、でもなんかそれで。 人外だったらめっちゃ性格悪いなと思って、だから今日八番さんにいるようかなって思いました。一 <laughs>、えっと、番さん三番さんか,性格悪いかな。の盤面だけで言えば確かに三番さんの合心あるのかもしれないんですけど、ただ発言内容的には私は一番さんの合心目だなと思ってて、だからちょっと今のところフラットですね。でグレーなんですけど、その二番さんどうなんだろうと思って、二番さん、まあ番面動かして、 ただ気になったのは、私、8番さんの印象付け、あなんか8、8番さんの印象付けすらしてないって言われたんですけど、私、ちゃんと8番さんは印象いいよねって最後に言ったんですよね。うん、で、なんか、2番さんは、1番さんは声が震えてたのは寒いからみたいな感じで言ってたんですけど、でも、寒いから声が震えてたんだったら、それ怪しい点にならないしっていうのもあったから、2番さん結構。 ちょっといろいろ怪しいなって思ってるんですけど、で、三番さんが2番さんは白いとか、なんか他にも白いって言ってる人いたんですけど、とか、その辺ちょっとわかんないなって思ってて、だから発言だけだったら一番さんの方がシよりかなって思ってます。んでも、版面だけだったら三番さんかなって思ってるんでわかんないです。まあ、今日は8番さんに入れようかなっていうふうに思ってます。一番、シよりのプレイヤーは よろししくお願い,いたしますしいえっと3番さん、強人なので48に人狼が出てますね。でえー、っとね4番さんがもし、えー、っと3番さんに囲われて、霊能に出るっていうことはなかなかないと思う点から、うん、えっと8番の狼目が高いかなっていうふうふに思っています、えー。実際に8番さんは、えー、霊能4番さんの偽戦目を挙げるではなく要は僕のことを釣ろうとしてますよね。 うん、これっていうのは、要は、霊能ローラーを避けて、えーと、占いから手をかけたい狼かなっていうふうに思ってます。で、8番さん、すごく違和感、皆さん、覚えませんでしたかね。あの8番さんって、6番さんから一本釣り指定されてるんですよね。しかも結構、微妙な、えー、理由だったと思うんですよ。うんうん、で、そこに対して、8番さんは6番さんの精査って全くなかったですよね。 僕、ちょっと6番さんが8番さんのことを露骨に叩いた点から、要は6 8の2ロかなっていうふうに思ったんですけど、8番さんが、えー、その6番さんに対して全く言及しなかったっていうところから、ちょっとこれ、本当に6 8の2ロワンチャンあるんじゃないのかなっていうふうに思ってしまいました、ね、個人的に <laughs>、うん。なんで8番さんは6番さんに増えなかったんですかね、あんだけ、あんだけ言われてっていうところ。うん で、それ以外に関してなんですけれども、うーん、まあ、2番さん、2番さんは僕も個人的に白いかなっていうふうに思いましたね。とい,、ね、いうのも、やっぱり、えっと、まあ、なんだろう、8狼軸で考えてたときに、急、まあ、にヘイトをそらすとかっていう、あれでもないんですけど、なんかこう、両方とも叩きに行って、なんかあまりにも平等を買いに行ってるような。 殴り方だったと思うんですよね。なんか2番さんは単体でめちゃくちゃ白いかなっていうふうに思ってますかね。ぐらいかな。以上。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいうーん、なんか1番さんの言ってことがパッとしないな。まずヘイトを買いに行ってるっていうか、普通に9番さんが黒いと思ったから叩きに行っただけで、別にそこに糸なんてなんもないけど。って言っとくわ。まず1番さんと6番さんと9番さんには。で、 8番さんをローで見て、6番さんをローで見るのは浅はかすぎないちょっと考察として、それは絶対ないでしょう。まず6番さんが8番さん釣りをしてる。で、6番さんって、仮にあの発言力で7番さんが、うん、うーん、8番さんでいいと思うけどね、みたいに言ったら、絶対に8番さん釣れる盤面だったと思うよ。6八人狼はないってわからない、普通に1番さん。うん。え、その考察はちょっとないなぁ。 って思っちゃうわ。ちょっとね。うん。無理で。9番さんが1番さんを死んで見てるんでしょう。あね、じゃ、9番さんが1番さんを死んで見てるってことは、3番さんが狂人になるんだよ。で、3番さんが狂人になって48ーどっちかわかんない。え、9番さんは8番さんから行きたい。ってことは、えー、28ロー,ローって見てんの。なんで28ロー,ローって見る視点を持ってんのかわからんし、28ロー,ローって見てたとしても、他の視点を持ってないよね、9番さんって。すごいなんか叩かれたからそこを叩き返す。 で、チラほら2番さんはちょっと怪しいみたいな声が出始めてるから、俺を叩いてるようにしか見えへんかな。で、結果的なツリーとしては、俺は正直言って1でいいと思ってる。なんでかっていうと、う3が強靭やったとしても、4の黒は俺は見えないかな。1自身も言ってたし、4番さんがローはないと思うって。それやったら1、18ロー、一13ローラとかじゃなくて1、18ローラした方が俺はええと思うけどね。 うん、結構ぶっ飛んでると思うけど。って感じですかね。今日は俺は1番から行きたい。以上。3番のプレイヤーは発言してくださいあのもう、芯で見てくれるのはいいんだけど、だったらなおさらグレー詰めてほしいな。9番さ、うん、9番さん詰めてほしい。9番さんっていうのもさ、1番さんの方が真に見える。1周目の発言だけでだぜ。1周目の発言だけで1番さんって進行論ぐらいしかやってないよね。ああそれで 発言の内容が心配。どこがですかって。どこがですかその内容を言ってないんだよね。俺の新命を下げてくるだけ。俺が狂人だった場合、ロギョンを何で見て、8を何で見るかとか、そういう発言も全くありませんでした。9番さん釣ります。私は9番さんを釣りたいです。1番さんは明日でもいいです。1 9ロー,ローで私は見てます。ただ、6番さんが8を釣り用したところはちょっとよくわからなかったので、2周目聞きたいですね。このぐらいかな。5番さんは2番さんを白く見た視点が一緒だったので、多分無駄だと思います。7番さんはちょっとまだ色が見えませんが、私は9が真っ黒に見えてますので、9番さんを 一本釣りしたいと思います私が死んだ一本釣りのプレイヤーは発言してくださいあれだけ、霊能で出ないでって言ってたのに出ましたね。<laughs> で、まあ仮にね、1がしん、まあ僕はね、3占いだと思ってるけど、1が真と見たとき、3強人、8人道。うーん、どうだろうね。それはちょっとね、考えにくいと思ってる。うーん、8がもし、 ローだとして、霊能で出てくるかな霊能ローラーされる可能性が高いっていうのもあるし、で、仮に、出るとしても仮に出てもよかったんじゃないかなと思う。うーん、そうだね、1が売らないなら、そうなるね。うん、だからやっぱり、うん発言的にも、盤面的にも3の方が真かなと思う。で、真で、18どっちかっていうと、さらに、 1>, 1番さんが強人,人で1周目に占いで出て、さらに8がローっていう可能性もさらにないと俺は思ってる。うん、だから8強人、1人狼だと思ってる。狂人さらに1、8はお互い殴り合ってるんだよね、もう本当助かる、うん。すごい助かります。もうさそして二、ね、2番さんが1番グレーの中では最後、えー、で置いてます。もう1、8本当ローラーしてほしいって俺も思ってる。で、えー、と相方1、1番さんが、えー、と6、8、 をつないできたあたり、まあり相方は6じゃないのかなと思ってる。で、2番さんも村と見てるから、えー、579かなと。うんまあ、9番さんが臭いっていうのはね、俺も思ってる。グレーの中で行くなら9番さん。えー、57ちょっと今のところ見えてない。まあ、7番さんが6番さんちょっと突っ込んだあたりは、3人の中では、えー、7が1番村目、9が1番ロー目かなと思ってます。グレー行くなら9。でも俺は1行きたいな。番。 のプレイヤーは発言してください,は,ださいはいえー、っと俺占い師は今日釣りたくないですね霊能から行きたいでなんなら俺8から行きたいんですよね8番の位置で俺霊能に出るのであれば1巡目潜伏した理由を頭にちょろっとでも言ってほしかったんですよね,そうだねー8番それが全くなかったよね単純に釣り位置入ったから出てきたっていう風に見えちゃいました えっとね、占い師に関しては正直精査ついてないけど2番さんの1番が、えー、っと6八ーで見た、うん、それは浅いんじゃないって言ったけど俺全然あると思うよ6八ーでえー、っとね八牢だった場合今日8番釣れれば4番が、えー、っと黒出すわけだよねそうなると6ってかなり白くなるんだよね うん、だからそれ全然あると思った。8が6に触れないのも正直不自然だとは思ったし。うん、だから1番の交差については、俺は、うん、まあ、おかしくは思わなかった。2番と違うけど。うん、そうだなうん、ただ4番がね、<laughs> 占いし釣りたいっていうのを正直よくわかんないんだよな 1>, 1番ついたんでしょ ?19? うーん、9番に関して俺グレーの中だったら、うん、若干黒いなと思うけど、正直今日まだ手つけるわとこじゃないと思う、うん。うーん、そうだな。6番の8一本釣りはちょっと2巡目理由聞きたいかな。あんだけ釣りをしたってことは何かあるんだろうなとは思ってる。うん あ今日は俺8に出ます6番のプレイヤーは発言してくださいまずじゃあ8、えっと、を殴った理由それだけ理由があるんだなって言ったけど説明したよね8は無理に魔女の話をしようとしてその後深呼吸してたもうで声も震えてただから黒く思ったこれ以上もうこれ以下でもないもうそれしかないですね、うん、で68に女かみないでしょう、まあ、正直無理な理由だと思うよ うん、無理だと思う。あの、魔女の話してて、深呼吸して声震えてたっていう理由で、蜂を吊りすのは、まあ、ちょっと正直無理なところがあるけど、まあ、蜂のね、反応を見たかったんだけど、全く反応なかったね。うん。まあ、でもこれ、狼だったら過剰に反応してくるんじゃないかなとも思ってたから、どうなんだろうちょっとね、よく分かってない。で、こうやってポイントなのは、えっとね、蜂と4をどう見るかなんだよね。蜂と4をどう見るかで、狂人だったら出るでしょ。初秋に。一番最初に。 で、かつ、強人だったら、もう一周目で、あの、あんだけ釣られ位置に入ってたら、そのまま釣られるでしょってところで、8の興味はないと思うんだよね。だから4からね、その8はロコな気がする。釣られそうで出てきたみたいな感じで言うんだったらまだわかるけど、強人で見るのね、そこって感じなんだよな。で、発言内容とか一切無視して、えっと、3番が強人で、えっと、4にクロス。 えっと、4の、4が狼で、えっと、白刺さってる場合は、4は出る、出てくるメリットはあるんだよね。盤面だけで見るとね。だから、3強の4狼もあるんだよね。で、8神も。盤面だけではあるけど、ちょっと明らかに1の発言が神には思えないよね。なんからちょっとね、混乱してるっていうところはある。そうね。うーん、4の生存意欲の高さからもね、なんか両方強人ない気がするんだよ。なんか、進路な気がするんだよね。 どう取るかだね。8の発言を。四まあ今日は4か8っていいと思うよ。まあ1釣りたいっていう人いるけど、1釣りは絶対ない。それだったらグレー行くべき。それ行くだったらグレー行くべきだね。七番のプレイヤーは発言してください。6番さん2周目すっごい白くなったんですね。いや、普通に8番さんでいいんじゃないですか私初週言ってましたけど、8番さん初1回目の発言で。すごい強靭アピールしてるな、こいつと思って。で、 2週目の発言では、例の仕様。あ、もう、狂人が出てきたんだなっていう。狂って見るんだ。狂っ,って見るんだ。狂ってっるんだ。狂ってしか私ちょっと見えないんですよね。うん。うん。例のローラーでいいですよ、これは。で <laughs> 普通に思うんですけどね。8、八四で。八万3つった明日した4万3っつってどもどっちなんだよな。で、1万3、三万3の占い結果を見るっていう。 うん。ただ、盤面的にやっぱ、皆さん言ってる通り、一番さんが偽でしか、なかなか90%ぐらい偽ですよね。超レアケースですよね。一番さんが真の場合の盤面って。うん。で、八番さん、四番さん、どっちか狼。いや、かんその線を追うのは結構きつい、やっぱり。 うん。1万3に行きたいっていう理由もわかりますけどね。1万3もとか、もう2週、2日目の占い先とかでもっとボロとか出てくるかもんで、その後でいいんじゃないでしょうか。うん。8万3、今日8万3から行きたい。どうしても新芽が追えないです。あの、私の思考ロックかもしれ,、ま、しれないんですけど。うーんと。い、ないんだよな。 9番さん色落ちなし、2番さん白い、5番さん色落ちなし、6番さん西め,投票を始めてくださいいやー、これ、むずいなー。でも3度はしんべあるんだよな。8番のプレイヤーが選ばれました。 まあ潜伏するのかな。村が沼すぎて笑いますよね。あの、なんか8が強人って言ってる人いますけど、あの8強人だったら1の偽が透けてるわけですよね。うん。でもみんな、だってさ、1番さんって、あの、 9と8同じこと言ってるんだけど、9が2番手だから8の印象がいいって言ったんだよ。色透けてるでしょ、この人。あ僕、色透けてるくさいとかで、あの白黒判断するんで、1は絶対黒ですよ、こんなもんうん。で、9番手があこれやべえみたいな反応してたでしょ、僕の発言の後に。うん、これ91黒なんだよ、多分。わ、うん、かるよね、この感じ。わかるよね。ただ、なんから、霊能進路な気がするんだよな、うん、いけない,の弱いと思うな。 うん、ちょっとそこ意見が合わないんで。てかさ、これもしじゃあ、8が黒だとしてさ、何のために出てきたんって感じやなわかるかなあ、ちなみに、あの、2周目出てきたのがおかしいって言ってたんだけど、あの、まあ、ルールがちょっとね、ごめん、意味がわからんくて、いつ出ていいのかわからんかった。チャット、チャットで出てていいのが狩りのみってことなんだね。なんか初日出ちゃダメなのかなってさっきので思ってさ、 あのーまあ、さっきもね、別にルール聞いてなかったんだ、あんまり。うん、おい、普通のルールんや、うん。だから要だあ、いそうなっただろう。うんたもそれだけうん。まあ、8強陣だと思ってる人めちゃくちゃの上ますぎる。あ、はい、こいつ。メタバック、メタの発言爆発するし、四論のる。白く適当なあの白黒なんので。う、あのー、鵜呑みにしないでください。8、九以外見えません。1絶対黒です。 サンバさん絶対護衛してください以上です二回目ですからね参加このね配損になったルール聞いてなくて配損した人いたのに<え>なんで改めてまたルール聞いてないんだよこいつい,いや迷うなこれあなんかカリっぽいよな占い噛むかな 守るか。守るか。七、七かまれそうな気がすんだよな。いや、七かまれそうな気がすんだよな。七か五。 噛まれるんじゃないかな。朝が来ました。昨夜は誰もしし。二<ー>番。のプレイヤーは。発言してください。夜にスキップしました。 一応か。夜がきました。メオトジテクサ、ユシロ。カリウドワ、メオトジテクサ、カリドワ、マモロンアイテムエランディアサ、ジシロこれがミでしょあ守らなくていいのか。護衛なしでいい護衛 あ新境なのか朝が来ました新郎な感じしたけどな違いましたか 昨夜死んだのは3番4番のプレイヤーは発言してください。えー、っと8番三四郎なので強人1字爆なので人狼さんが、えー、やっぱり占いということで。 えーっと、そうだな。僕ね、5番さんがね、えー、っと昨日の段階でも黒いなと思ってたんだよね。<laughs> 黒<い>すごい僕が、僕の流れを変えてこようとしてるなと思ってます。なんで、もう5番で終わるんじゃないかなと思ってる。うん。あ、ちなみにね、僕釣り絶対飲めませんからね、えー。僕疑ってる人いますかうん。いる人が過半数。過半数いるんだったら僕釣ってもいいんじゃない なあ足りると思う。5番行っいってほしいけどね。うーん、あるかなー次ね、あ9番3白出てるしね。あ、ちょっと待ってよ。9番3白出てるから、あと267でしょ。7じゃない狼。で、1の相方6はやっぱないと思う。2>, 2も18を押してたし、7もね、白かったんだよね。だからもうね、267からそんなに黒要素が広いてない。だからちょっと5以外だったら正直わかんないから、僕は。 えー、みんながあの僕を霊能で置いてくれるんだったら5番さんから詰めて終わらなければあと267詰めていけばいいんじゃないかと思ってますどっちにしろ俺,俺噛まれるでしょうと思ってますがはいじゃあ人狼の5番さんどうぞ5番のプレイヤーは,は発言してください,ださいはい人狼じゃありませんよ4番さん、えー、4番はね2戦目はあると思ってる4番目線って昨日の時点で一釣りってお,りおかしいと思うんだよね えーっとね、4番目線8つっとけば、8の色見えて、占い師の精査ってかなりつかないかなと思った。だったら8つりをすべきなんじゃない ?4 が死んだというんであればね。えー、っと、しかも4番ってさ、俺が流れ変えたって言ってるけど、6番も1つりは絶対ないって言ってたんだよ。それは把握漏れなのかな、4番さ。ん、流れ変えたのは間違いじゃないよね。うーん、9、白。うーん、俺7じゃねえかなと思ってる。 うんみんなが1の芯を切っている中、しょうがなく切ったっていう感じ、盤面的に、うん、レアケースだから1の芯追を終えないんだよなって7番言ってたけど、1芯の3強って俺全然終えたけどね、昨日の時点だと。だって1の占い師で、えー、とその後二2人目に3が対抗で出てきてるわけだから、3が強靭で出てきたとすれば、オオカミって潜伏するよね。うん、だから俺全然終えると思った。発言。 え7番さんっていうのは盤面からこれさ,4さ、4つってさ、9守ればさ、<っ>グッジョブワンチャン来ない。言っ,ってなかったよね。1番の2攻めっていうの,あの。どっちについてもいいか。うん、グレー詰めて9守ればいいか。そ,れそうだな。俺だから672、672 <laughs> だったら67どっちかは <laughs> でも8の。えっとね。そうだな8の興味はないと,もないいいと思う死んでけど、8進んでくるんですはい。 言っておきます。うん、うん、だろう。うん、67。うん、67だったら現状7。俺はね、以上。6番、のプレイヤーは発言してください。んっと、5番さん、4番さんは何で見てるわけ標準で見てるわけ 4番釣りたいんでしょ強人だったらさ占い釣り押さないと思うけどね昨日は4番さんと8番さん両方とも占い釣りを押してたわけよだから例のを進路で見ればねあのすごく納得だったはずなんだよね。572はないと思ってるで9はもう隠しろでしょ 7番さんはね、8番さんのことをね、強人で見たんだよね。この視点がね、よくわかんない占いにオオカミがいることをわかってる人が、真強度をうと思うんだよね。いちなみに狩りじゃないです。狩り出ていても。えーそうだな。もう2は絶対釣らない。 うん7から行きたいけどな、なんか不自然な感じあったしな。やっぱ、霊能に今日、霊能強人デブリなんかすごく不自然なんだよな。っていうところから5番さんは4のことを何で見てんだろう。ワンチャンオオカミと見てたのかなオオカミ絶対ないんですけどね。っていうところから、オオカミだったらそんな発言しないからってところが7かな。 7かなぁ。7、7、6怪しい。7行いくかなぁ、このままだったら。4は釣らなくていいと思ってる。7、7いくか。7番のプレイヤーは発言してください。さい俺なんですかえ普通に八幡さん強じで見てるって、最初から言ったじゃないですか。 うだからおかしいんよ。だから全面的な話をするとまた五番さんから疑われるんだけども九十パーセントぐらいで一番さんが狼か三番さんがだろうなで四八に狂人が出てるんだろうなで八番さんの初集の動きで八番さんは狂人なんだろうなっていうロックしましたっていう話をしたつもりなんだけどな。これが微妙なんだよな。六番さんは五番さんに突っ込んで。 私釣り、そういう理由で。なんか怪しいんだよな。うーん、なんか黒い。ういもうなんかやる気なと。った感じがすごい黒いな。うんで,で、4番さん釣りをちょっと提案してましたよね。うーん、4はもう強靭、あって強靭なんですよね。提案してないんだよな。もう今日最終盤面でいいんじゃないですか接続入れるちょ怖いし。 なんなんですよ私の中で2番さんは8番さんへのツッコミ8番が無駄だっていう言い切るぐらいしてたんでもう白で置いてますそれだけです7だと思うけどな5番さん6番さんうんうん,んー いや、普通に盤面的に、盤面的にってまた言ったのこれおかしいんだけども、いや、5番さんでしょ、もうこれ4番する手はないですよ、もう5番さん。9番のプレイヤーは、発言してください。さいはい、えっと、そうですね、ちょっと、なんで1番さん自爆したのか分かんないんですけど。 っまあ、一番さんに人狼だったっていうことで、ちょっと、まあ、そうなると、一番さんが二番さん白いって言ってたから、さすがに相方に白いって言わないかなと思って、二番さんは本当に白いんじゃないかなってちょっと思いましたね。で、一番さんが人狼だから、えっと、六八郎狼で追ったんだよね。それどう取るかって結構難しいなって思うんですけど。うん。そうだな。 えっと、ってことは、なんかあれですよね。なんか、連末って、近況だったっていうことなんですよね。え、よ、な、ん、一、うん、話さん釣りって押せたのがすごいなって思ってて。そうですね。まあ、に、まあ、六話さん言うように2番差はつらない方がいいかなって思ってますね。いや、でも6話さんどうなんだろう。567なんですけど。いや、うんえっと、 そうだな。いや、ちょっとね、結構ミスリードとかしちゃうんで、私。うん頑張れ、隠しろ。考えます隠しろのプレイヤーは発言してください。申し訳ない、充電ケースで。えっと、僕、カリウドです。で、えっと、一日目はサンバーさん守りました。で、えっと、昨日はどこも守ってませんので、まあ、僕、多分噛まれるんですけど。 僕、太鼓なんで芯なんですけど、って感じですかね。で、釣りたいのは5番なんですよね。1日目も5番に入れてるんですけど、その理由が、えっと、8から行きたいって言って、で、なんか1のことはおかしく思わなかったって言ってるんですけど、僕、1のこと考察おかしいなんか一言も言ってないんですよね。えっと、6、8で考えてるのが浅はかすぎるって、その考察はないと思うよって。 言ってるんですよ。占い師目線やったらね。だって3番が白出てるって分かってるんですから。6、8っていうだけではなくないですか ?4 がローっていうのはあるでしょう。その4がローって置いた時の相方位を全く探してないんですよ。1番さんっていうのは。とりあえず8を釣りたそうにしている狼に見えたんですよね。1番さんは。で、そこに対して5番さんっていうのはなんか擁護をする形を入れたんですよね。で、えっと、1番さんは、えっと、1ったことによって、多分9番さん相方っていうふうに追わせようとしてないと思うんですよね。 なんですけど、3番さんが9番さんにしろで、それは失敗したと。で、それをわせて誰が得するかって言ったら、多分5番さんやと思うんですよ。なんでかって言ったら、5番さんだけが1番さんを擁護してたってなったらあ、人狼やのに擁護してたんかな、村なんかなっていうふうに村は思考になると思うんですよ。なんかそれを至らせたい人狼なんかで僕思ったんですけどね、なんか5番さんに関しては。までしろってことは。うーん。でも4、狂人臭いんですよね、なんか。 4行きたいっけなぁ、まあ、4行ってもどっちみちなぁ3分の1やしもう5番さん行きます以上投票を始めてください楽なのだと思うけどなぁいじゃない5番 7だー5番のプレイヤーは8番発言してください。うーん、釣られちゃったか。うん、4本偽も全然あるよね。6番は4強だったら占い師釣りをさないって言ったけど、8番も結局釣りをしてたよね。 うん、そこでは俺精査つかないと思った。で、2番さんに言っとくけど、もし1号だったらね、1号だったら3巻ないでしょ。3巻絶対ないよ。俺が1番を擁護した形で、えー、っと、3巻じゃったら俺だいぶ疑われ位置でしょ。そこまで考えてほしかったです。うーん 7, 僕7は、ね、僕に当たらヘイト向けてるのが、うーん。うん。うん。なんか、<laughs> 67分かんない俺一応7に入れた、うん、7の方が釣れそうだったから7に入れたってだけ俺は、うん、7だと思うけど、ね、どっちだろうねうん頑張ってください今日になってだって56にヘート分散してたからね今日になっても殴ってきたからねいやーこれ発言順だな僕最後だったら7釣れたと思うんだよな、ね い,い狼はないだってカルイド絶対生きてるなもう死んでるのがだって役職しかいないんだから。 さがきました。昨夜は誰イエーイ、ナイスだね、これ2番さんが。9番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、えっと。8番。えっと、あ,あ、6番さんが狩リアということなんで、えっと2番目にあ、じゃあ7番さんしかいないってことですかね。 あ、じゃあ、えっと、7番さん入れます。2番のプレイヤーは発言してください。いや、よかったーってマジで申し訳ない。俺、9番さんカリードかなと思って思った。ポンコツカリード一応アーマーみたいにしてみてんけど、六<ー>番さんカリード、大番さんです,丈夫ですよね、ほんと、ね、本当に。なんだったらもう7番さん黒確定なんで、これは価値格盤面作れたんじゃないんですかね、僕。 ここで僕がなんか地上とか思わないでください、マジで。いや、こんなことしてないでしょ、オカミが。って感じですかね。多分四4番は強靭やったと思うんで、ここで僕で g j 出てなかったら、多分負けてましたね、100%。本当にありがとうございます。7番さんいきます。4番のプレイヤーは発言してください。大丈夫です。霊能です。例能ですよ。 ずっっと言ってます私は例のです。なので7番行って終わるんでしょうけど、まあ、2番さんの今の発言から2番さんはやっぱり村だと。だからもし終わらなければ6番行けばいいだけっていう形かな。まあ、7番で終わるでしょう。はい、6番のプレイヤーは 発言して2オオカミは絶対ないです。昨日の時点で役職3人とも死んでる状態で狩りと絶対生き残ってるんだから、狩り対抗されたら終わりだからね、ほぼほぼね。4シーンもあるからね。だから2番3、地神は絶対にない。7番さんはね、やっぱり8を狂人で追った視点が悪かったもうちょっと押すべきだったかな。8を狂人で追うっていうのがすごい不自然なんだよね。4、8は、えっと、それぞれ位置りを押してるんだよ。ってことは、新郎ドうのが自然なのに、 7番さんはねずっと8番さんのこと強靭でおってたんでそれが不自然だったっていうのとえっ、ー、と昨日になって私にもヘイト向けてきたよね5番さんにヘイト向けてた私にもヘイト向けてきて最終盤目越してたよねで私7の投票したんだけどまあ7の投票で終わりましょうええこれ無理だよ <laughs> 何これ！何これ！もう先端さんと殴り合いしまくるのか無理だわ勝てねえわって思ってヒヤヒヤしてたのにもうこんな結末ですか？やっぱ準備してたよね。いやーすげえな。二 <laughs> 番さんえげつないよそれ。二番さんがね上手だったね。九番が言って欲しかったけどねできれば。普通出るでしょ昨日六番さん私狩人ですって言ってでそれで二七で。 257になってででは2番さんが白いから57の対決みたいにな,なる方が楽なんじゃないですかこの盤面見越してたんですか6番さん。いやあっぱれです。完敗でした。じゃないべ 2>, 2番さんが上手だったね。よく出てくれたって感じ。 対抗演技刺されましたねわからん彼女じゃないでですすよ彼出た方がいいですよ。七ええ七狼は立ってた。 GG でしたねイエーイ